ちもじょジャパンへようこそ。今日は素晴らしいホラー映画の続編として最もふさわしい作品のおすすめをカウントダウン形式でご紹介します。ここでは重要なストーリー展開に触れる可能性があるためネタバレ注意となっています。第10位28週後。ホラー映画の続編として素晴らしい作品とはどのようなものでしょうか。また今後の作品はオリジナル作品とどの程度差別化すべきでしょうか。28週後は前作のダニー・ボイル監督の28日後とは全く異なる作品に感じられます。フアン・カルロス・フレナス・ディージョ監督によるこの続編はよりゾンビ発生のシナリオに対する観客の期待に沿ったものとなっています。ボイルの孤独と広大で空虚な風景はウイルスがどのように広がったか、そして人類が避けられない事態と戦うために何をしているかというよりアクション重視の物語に置き換えられています。Their mother had very special blood. A natural kind of immunity to the virus. 28週後は続編であると同時に姉妹作のようなものとなっており、ボイルのオリジナル作品を知っていなくても楽しめる作品となっています。第9位、エクソシスト3。オリジナルのエクソシスト小説の著者、ウィリアム・ピーター・ブラッティが続編を監督しました。It's a problem that I'm working on, Father. All this bleeding. エクソシスト3は警察の捜査とオカルト的な恐怖を組み合わせた作品で、ウィリアム・キンダーマン警部補が一連の凶悪な殺人事件を捜査します。これらの儀式的な殺人事件にはずっと前に亡くなったジェミニキラーの綿密な手口が随所に見られ、一体何が起こっているのかという疑問が湧きます。ジェミニキラーは死んだ。 No! I am not! I'm alive! I go on! I breathe! Look at me! Look at me!ジョージ・シー・スコットと共演者のブラッド・ドゥーリフは両者ともキャリアを決定づける演技を披露し、セットは不気味で非常に不穏なものとなりました。 I believe in murder. I believe in pain. I believe in cruelty and infidelity. そしてエクソシスト3にはホラー映画史上最高のジャンプスケアも含まれています。第8位、ハロウィン。Happy Halloween, Michael. 私たちは再制作の時代に生きています。これは以前の続編を全て無視してフランチャイズをリブートするという直接的な続編。これは危険な提案となり、通常は様々な結果をもたらしますが、2018年のハロウィンは注目すべき例外でした。 I can't do it. Gotcha.監督のデビッド・ゴードン・グリーンはジョン・カーペンターのオリジナル作品の恐ろしさと予測不可能さを再現しながら2010年代後半の残酷さもアップデートしました。もちろんローリー・ストロードがマイケル・マイヤーズと血縁関係にないなど重要なポイントの変更を嘆くファンも。しかしこうした物議を晒す決定は特定の続編や再続編を他の作品と一線を画すものにすることが多いのです。第7位、スクリーム2。ウェス・クレイヴンのオリジナル作品スクリームはスラッシャー映画についての重要な進化を盛り込んだ最初の映画ではないが、最も影響力のある作品の一つであることは間違いありません。 I'll be right back. Cause you won't be back. I'm getting another beer. You want one? Yeah, sure. I'll be right back. 1997年の続編スクリーム2でもこのジャンルで私たちが愛する多くのヒーローを分析、解体する面白さが満載。 Are you suggesting that trying to make a real life sequel? Stab 2? Who'd want to do that? Sequels suck. No world. Come on, man. Oh, please, please. By definition alone, they're inferior films. 脚本家のケビン・ウィリアムソンはホラー続編の収益減少の評判を優しくからかい、同時に悲惨な殺人シーンの中にブラックユーモアを盛り込んでいる。スクリーム2の制作は複雑で混沌としていたようで、最後もそれを物語っています。 I've got my whole defense planned out. I'm gonna blame the movies. It's pretty
pretty girl, huh? It hasn't been done before. 第6位、ドクタースリープ。スタンリー・キューブリック監督によるスティーブン・キングの名作「シャイニング」の画期的な映画化の続編を制作するというのは決して簡単な仕事ではなかったはず。Here's Johnny! 脚本家兼監督のマイク・フラナガンは大きな役割を担うことになり、多くのファンはオーバールックホテルに戻り、再び闇の世界へ旅立つことが待ちきれませんでした。ドクタースリープには問題がないわけではないですが。 And you did. Good. しかしフラナガンの優れた構成力により、彼の最新のビジョンはキングの原作やキューブリックの厳格な映画からうまく距離を置くことができました。ドクタースリープは過去の名作というよりは独自の作品のように、これによりフラナガンの作品は一歩踏み出した偉大さに挑戦するようになりました。 Are you gonna take your medicine? I'm not. Oh, look at that. I'm sorry. 第5位、エルム街の悪夢3、惨劇の館。This is it, Jennifer. Your big break in TV!このシリーズは続編の成功に関しては他のほとんどのシリーズよりも優れています。1994年のエルム街の悪夢はフレディ・クルーガーをメタ的に解釈した見事な作品でしたが、ある年齢のファンはおそらく1987年のエルム街の悪夢3、惨劇の館をシリーズの最高傑作として挙げるでしょう。素晴らしいテーマソングから印象的で好感の持てる登場人物まで全てが揃っています。また惨劇の館ではクルーガーのジョークがより顕著に現れ、適切な恐怖戦術と意地悪な軽快さのバランスが取れています。私たちはエルム街の悪夢シリーズの続編を数多く称賛していますが、再視聴性に関しては惨劇の館が時代を超えた作品です。第4位、フランケンシュタインの花嫁。1935年当時、ホラー映画の続編というジャンルは初期段階にあり、映画制作者たちは自分たちが何を成し遂げられるか試行錯誤している最中でした。この映画は最初から多くの点ですでに成功しており、今見てもなお素晴らしい作品となっています。フランケンシュタインの花嫁は人を殺して、人を建てる人間を。物語にはより多くのユーモアがうまく挿入されており、定番なホラーの恐怖やリアルで感情的な哀愁のあるシーンとうまくバランスが取れています。 Go! You live! Go! You stay! We belong dead!エルサ・ランチェスターが演じる主役の花嫁の演技はまさに象徴的。よく使われる言葉で言うと、まさにこの作品にぴったり。フランケンシュタインの花嫁は本当に皆さんが言う通り素晴らしい作品です。第3位、狩猟の腹渡2。 That witch in the cellar is only part of it. 脚本家兼監督のサムライミと共同脚本家のスコット・スピーゲルは、彼らの残酷なホラーの傑作「狩猟の腹渡」をお金儲けのための手っ取り早い続編として簡単に焼き直すことができたはず。私たちもおそらくこの映画や1992年の「キャプテンスーパーマーケット」のどちらについても語ることはなかったでしょう。なぜなら「狩猟の腹渡2」はセンスを持って森の中の小屋を裁縫することを選んだから、赤いもの全てに合うように。この映画には本当にグロテスクで恐ろしいシーンが数多くあります。ブルース・キャンベルのアッシュ・ウィリアムズ役の演技は肉体的なコメディの要素を加えており、狩猟の腹渡2を唯一無二の作品に感じさせるのに一役買っています。第2位、ドーン・オブ・ザ・デッド。ジョージ・ A ・ロメロはオリジナルのナイト・オブ・ザ・リビング・デッドでゲームを変え、伝説としての評判を確固たるものにした2つの続編も制作。1985年の狩猟の餌食は傑作ですが、1978年のドーン・オブ・ザ・デッドこそおそらく完璧なゾンビ映画と言えるでしょう。
この映画が商業主義について意図的か否かに関わらずコメントしていることについて多くのことが語られていますが、それ以上にドーン・オブ・ザ・デッドはこのジャンルの柱となっています。ゾンビの大群は止めようがなく、主人公たちの絶望感は観客に深い絶望感を残します。世界はまさにひざまずいており、ロメロは最初の瞬間から恐ろしい結末まで危険度が高いと感じさせるのです。 How much fuel do we have? Not much. All right.私たちのトップ作を発表する前にいくつかの佳作をご紹介いたします。ソー10、待望のオリジナルソーの続編。 Please don't kill me. That's the last thing that you should be worried about. Now I want to play a game. クワイエットプレイス、破られた沈黙、話さないで、息をしないで、さもないと。 This is Chris coming back.My family. All right, listen to me. I have to get back to my family. 13日の金曜日、パート6、ジェイソンは生きていた。マスクの下の男が帰ってきた。Megan, no! 資料館、エンフィールド事件。エドとロレイン・ウォーレンは、どこを見ても幽霊を見つけ続ける。悪魔の生贄2、スリル、恐怖、笑い、そうはファミリー。先へ進む前に必ずチャンネル登録、通知をオンにし、最新の動画についての通知を受け取ってください。時々または全ての動画の通知を受け取るオプションもあります。スマートフォンをお使いの場合は設定で通知をオンにしてください。第1位、エイリアン2。 Get away from her, you bitch! リドリー・スコット監督のオリジナル作品エイリアンが SF なのかホラーなのかという議論は続編にも当てはまるかもしれない。しかしそれはあまり重要ではありません。なぜならジェームス・キャメロン監督の大ヒット続編は恐ろしくアクション満載で未来的という両方のジャンルの素晴らしい例だから。最初のエイリアンが孤独と恐怖を強調したのに対し、エイリアン2は敵対するゼノモーフに対して人類が感じる絶望を強調しています。ハドソン自身もこう言っています。エイリアン2のほぼ全ての登場人物にとってゲームオーバーだと。 That's it, man. Game over. もちろん観客はこの容赦ないスリル満点の映画からシネマティックな感動を得ます。あなたのお気に入りのホラー続編は何ですか？オリジナルよりも好きな作品はありますか？コメントで教えてください。 I loved every minute of it. 今回のビデオも楽しんでいただけましたでしょうか？バッチモジョの他の動画もぜひご覧ください。また必ずチャンネル登録と通知をオンにし、最新のビデオに関する通知を受け取ってください。